トラボ FM。 このラジオはトラウナラボのエンジニアが業務や技術、働き方についてざっくばらんにお届けする配信番組です。 Twitter でフィードバックを受け付けています。ハッシュタグシャープトララボアンダーバー FM、 シャープ TORALAB アンダーバー FM でツイートお願いします。パーソナリティは奥谷と急いでお送りします。よろしくお願いします。はい、お願いします。前々回のところで、まあ、レイルズの作者さんの話を私ちょっとしてたんですけど、そもそもそのきっかけって何だったかっていうと、年末に DHH さんが言及してたホットワイヤーってライブラリーというかフレームワークというかの話が発端だったんですよ。はい。で、それを触ってたんですけど、はい、ホットワイヤーって何なのっていうと、はい、なんかレイルズので昔からあるターボリンクスが進化して、で他にもいろんなことができるよみたいなことは、まあ、ざっくり言うとみたいな感じなんですけどでちょっと一通り触ってみたんですよ。はい。で、まあ、ラボのブログにも書くぞと意気込んでいろいろ使ってみてるんですけど、はい、面白いなと思ったり、なんかいろんな感想があるなと思っていて、実は、はい、じゃあどういうことをやるやつかっていうと、普段ウェブのページ作るときって、まあ、大体レスポンスで HTML 返して、で、リンクが貼ってあってみたいな構成がまあよくあるやつじゃないですか。はい。で、シングルページアプリケーションだったりすると、フロント側からリクエストして、で、JSON で返して、で、またフロントのフレームワークで HTML レンダリングしてどうこうみたいな感じのことをするじゃないですか。はい。で、ホットワイヤー何やるかっていうと、HTML 自体はサーバーから返すんですけど、それを部分的に取り込んで HTML のタグ書き換えてフロントエンドを更新したりとか、あとは WebSocket で HTML の書き換え内容を送信してフロントエンドの更新したりとかするんですね。だから JSON のやり取りしないんですよ。なるほど。それで HTML のタグのところにいわゆるアペンドとかプリペンドとか書いてあげると、その特定の要素の先頭に入れたりとか最後に書き出したりとか、はい、まあ普段例えばよくラボだと、まあ、ビューを触ってたりするんですけど、ビューでやってるような処理が、まあ、サーバーサイドのリクエストっていう言い方がおかしいんですけど、なの命令としてできちゃうんですね。うーん、今回触ってみてというか、まあそのホットワイヤーの最初の文章というか紹介文みたいなところに他の言語でもっていうキーワードがあって、はい、実際今回ホットワイヤー用意されているのは、まあ、Ruby のなんだろうアダプターというかライブラリーとしてはもう用意があるんですけど、はい、もう個人としてそのホットワイヤーの構成を他の言語、例えば私確認してる範囲だと Go とか Python でもやってる人がいたりするんですね。うん。で、まあ、今後例えば Java とか他の言語でも同じようなものが出てきてみんなが使うようになると、まあ、だいぶこうパラダイムが変わるのかなみたいな感じですかね。なんとなくわかるのは DHH さんのツイートだったかな、ユーザーの問題を解決するにあたってシングルページアプリケーションで何かやるのを問題の解決を複雑にしてるだけだみたいな話があったりしてまあ確かにそうなのかなみたいな、業務のアプリを開発するっていうところの発端があるじゃないですか。はい。まあ、それを考えると確かに今回みたいなフロントのなんだ HTML の要素を書き換えるのをサーバーから要求する命令で書き換えるって必要最低限のことができる内容として揃ってるんで、うん、なんだろう、そこって一貫してるのかなみたいなですかね。少なくとも業務アプリケーションみたいなものを作ろうと思った時にそんな複雑なこといらないじゃないっていうのは、まあ、確かにそうかもしれない。うん、まあそうですね。まあ、時と場合に、まあ、まあ何でもそうですけど、まあ時と場合によるのかなみたいな感じはしますけどね。うん、まあさっきの通販の例で言えば、まあ、物を買うことが目的なんですけど、うん、まあ、結局、なんですかね、
なんですかね、その物を買うにしても結構実は結構いろんなことが必要、なんかどういうどこに送るとか、どこに、どういうふうに支払うとかみたいな情報って別にうちの通販だけじゃなくてどこでも必要な情報だったりするんで、まあ、なんかそこをなんか SPA を採用してなるべく離脱しないようにするみたいな使い方はあると思うんですけど、確かに、まあ実装する側として複雑といえば複雑なのかもしれないですね。うんうん、ユーザーの体験を良くして購入してもらおうっていうのにはまあ寄与してるかもしれないけどってところですよね。うん、そうですね。確かにそうなんですよね。去年の年末から、まあ、1月2月って LT 会に何度か、あとはテック系のオンラインイベントみたいなところを何回か見てたりするんですけど、はい、まあ、ホットワイヤー言及してる方が何人かいらっしゃって、まあ、いろいろ見たりするんですよ。うん、で具体的にじゃあこういうケースで使おうみたいなのに触れられてる方はあんまりいなくて、うん、こういうことはできるよっていうのは分かるけど、じゃあこういうケースで有利だよっていうと話はあんま今のところ出てきてないかなみたいな印象ですかね。うん、公式のドキュメントを見ると、なんだこれをこのタグを使って作ってあげるとこういうふうに有利だよみたいなことが書いてるんですけど、はい、まあ、それは具体的なイメージまではまだ落ちてないかなっていうところがあるので、うん、まあ、やっぱり具体的に実際使って、まあ、特に日本のエンジニアに対して言うと、日本のサービスで誰かが大々的に使ってそれを告知してこんなことができるぞって告知してくれたら流行るかもねみたいな、ね、でそれがさらにその Ruby を使ってる人たちの中に閉じちゃうとあれなんで、はいはい、さっき言ってたあの他の言語で同じ構成取ってみたみたいな話がポツポツ出てくると違うのかなみたいな、うん、そうですね。なんかパッと見た感じサーバーサイド側の言語にはあんまり依存しないみたいな感じっぽいので、基本的には HTML 作って転送する仕組みがあれば、まあできそうみたいな。まあゼロからやれって言われたら俺無理かなと思っちゃいますけど。確かに面白いですよ。その中での機能でターボフレームっていうのがあって、例えばあのヘッダーとかサイドバーとか、あとはフッターとかのパーツを切り出して、それをあのチェーンローディングできたりするんですよ。はい。でそうするとヘッダーとかサイドバーってだいたい誰のページで表示しても一緒じゃないですか、うん、だからそういう部分だけ切り出してキャッシュできたら効率的だよねみたいな話が書いてあって、うん、あ確かにそうだなみたいな。それぞれの人のキャッシュすると全然キャッシュ効率って上がらないんだけど、部分に切り出すと意外にできたりするよねみたいな、うんうん、あとはページ全体ではキャッシュするんだけど、ユーザー個別部分だけ切り出してその部分は別で読み出すから全体のページはキャッシュできるよねとか、なんかまあ使いようなんだなみたいなところはあるんですよね。最近磯江さん参加してるオンラインのイベントだったりすると、なんかこんなのがトレンドだなみたいな感じたりしますか？そうですね、まあなんか自分最近というかちょうど直近で、まあ、コトリンのなんか LT 会みたいなやつに参加したんですけど、まあ、なんていうんですかね。マルチプラットフォームが、コトリンが今進めてるんで、なんとなくそっち方面が熱いのかな、みたいなのは、感じますね。まあ、なんか簡単に言うと、コトリン書けば、Android もアプリも作れるし、iOS アプリも作れるみたいな感じですね。なるほど。ロジックはコトリンで統一するみたいな。作るときって、はい、まあ、よくあるあの iOS だと iOS 向けだと iOS でビルドはしなきゃいけないよねみたいな制約は、まあ、やっぱつくんですよね、きっと。まあ、それはそうですね、はい、iOS 向けのビルドとかもあるんですけど、まあ、コトリンのバージョンがどんどん上がってきて、あの、はいはい、マルチプラットフォームにどんどん改善が入ってきてることで、まあ、なんかコトリンってだいたいグレードルっていうのを使ってビルドをするんですけど、はい、まあ、グレードルのそのなんか設定ファイルもかなり共通化
できるみたいな風には、うん、そんなかちょうど参加した勉強会というか LT 会では話がありましたね。やっぱり iOS と Android にまあ同じソースコードで吐き出していきたいよねっていうのはみんな共通認識なんですかね。そうですね。まあなんかめんどくさいですかね。純粋にそのなんか Android 用のなんか変更、両方に共通する変更があって Android のソースはまあコトリンで直して、うんうん、iOS 側は Swift で直してみたいな感じだと、うんうん、そういうマルチプラットフォーム目指すところって、なんだろう、まあ、言語ではないんですけど、ザマリンとかもあるじゃないですか。なんか目指したいところは割とみんな近いのかな、みたいな。まあ、そうですね。なるほど。そう、コトリンはそうなんですね。マルチプラットフォームをどんどん進めていきたい感じなんですね。なんか最近はそんな感じですかね。へぇ。まあ、大枠、言語としての大枠はそうですね。言語としてはじゃあそんな感じで、なんかフレームワークとかライブラリーはこれが盛り上がってるみたいなのってあるんですか？どうなんでしょうね。なんか自分フレームワークとかの話になってくると自分が興味あるフレームワークに飛びついちゃうんで、全体として盛り上がってるみたいなのがあるかみたいなのはあんまり、とかまあなんだかんだ言って結局コトリンは未だになんか公式が採用ってみたいな感じだと思いますけどね。なるほど。まあその中の一つとしてマルチプラットフォームの用のライブラリが活発みたいな感じですよ、コトリン。なるほど。磯江さんが個人でなんかよく見てるようなライブラリってなんだろう、ブログとかで見てるとなんだっけ、コトラーでしたっけ？ああ、ケイターってやつですね。あれってサーバーレスでした？いや、ケイターは普通になんかウェブアプリケーションというかウェブフレームワークですよ。サーバーレスで言ってたのはあれはコトレスの方でした、ね。あ、そうです。コトレスです。なるほど、なるほど。じゃあ今その2つを見てたりする感じ？そうですね。まあコトレスは本当にまだバージョン1も出てない感じなんで、ちょっと今は離れてますけど、まあケーターとかはちょくちょくというか見てますね。なんかどんどんなんか改善進んでる感じなんですか？そうですね。まあなんか少しずつ対応して、なんかベースの、プロジェクト構成、なんかスプリングブートの形式で書けるように、まあ、いわゆるアノーテーション付きで、ルーティングを定義できたりみたいな話とか、なんか、そこはそこで盛り上がってる分野なのかなとは思いますね。なんかいわゆるサーバーサイドコトリンって言われる文脈の中では。通販チームだとなんか社内ツール側でコトリン使ってるじゃないですか。はい。なんかそのうちお客さんがいるサービスでも使っていく雰囲気ってあるんですか？ああ、そうですね。なんか一応なんかケーター自体はもう本番投入されてて、あ、そうなんですね。一部ケーターで動いてるっていう感じですね。あ、そうだったんだ。はい。ずっと社内ツールで動いてるもんだと思ってました。ああ、どっちかというとまあ本番投入されてるんで、社内のなんかいわゆる研修的な感じで。そっちに触れときましょうみたいな感じですかね。はい、第10回以上で終わりとなります。今回は年末から今年の1、2月にかけて、まあ、LT 会で、まあ、ホットワイヤーを見かけたこともあって実際に使ってみての感想っていうところと最近のコトリンの、まあ、トレンドの様子とかっていう話をしてきました。導入実績ってところがまだ見えにくいところではあるんですけど、まあ、興味持って今後も見続けたいかなっていうふうに思ってます。そうですね。なんか意外と変化が激しかったりライブラリー周りでも、まあ、すると思うんで結構定期的なチェックは必要なのかなと思ってます。もしトランラボについて興味を持っていただけたら概要欄にトランラボの公式ウェブ URL を記載しているのでアクセスしてみてください。ツイッターでフィードバックを受け付けています。ハッシュタグ、シャープトララボアンダーバー FM、シャープ TORALAB アンダーバー FM でツイートお願いします。それではさようなら、また来週。